どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日もバタフライの動画を上げていきたいと思います。今回はバタフライのタイミングについてです。ちょっと前に手をかき始めるタイミングの動画は上げたと思うんですけれども、効率よく前に進んでいくためには手と足のタイミングというものがとても重要になってきます。今回は手が入水、後ろから戻ってきて入水した時のキックのタイミング、これについてちょっと動画まとめましたんで、参考にして練習していただければと思います。はい、それでは早速どうぞ。まずはこちらをご覧ください。一見上手に泳いでいるように見えますが、何かおかしくないでしょうか。上手な人のバタフライは手が入水した後もっとスッと前に進んでいきますよね。同じ映像を今度は水中から見ていただこうと思います。いかがでしょうか。どこを改善すればもっと上手に泳げるようになるか見抜くことはできたでしょうか。次はこの映像をもうちょっとスピードを落としてスローで見ていただこうと思います。その映像がこちらになります。手が水の中に入るタイミングと同じタイミングで第一キックを蹴ってしまうと、体を前に滑らせることができずその場で止まってしまい、伸びのある泳ぎとは遠いものになってしまいます。この問題を解決するためのドリル練習がこちら。手が平泳ぎで足がバタフライの通称ドル平と呼ばれるものになります。手を前に戻して上半身が軽く沈み始めてからキックを蹴るというのがバタフライのタイミングを合わせるためにとても重要になってきます。水中から見てみましょう。平泳ぎの方がリカバリー動作自体は楽ですので、両腕を動かしながら手を前に戻し、体が前に倒れ始めてからキックを蹴る、このタイミングをまず腕を回さずに覚えていきます。十分に覚えたらそれをそのままバタフライのストロークでやってみます。先ほどの映像と比べるとより前へ伸びる感じが出ているのが分かっていただけますでしょうか。同じ映像をスローで見てみましょう。その映像がこちらになります。手が水の中に入りそれからキックを蹴る、特にバタフライと平泳ぎ両手両足を動かしていく種目では手と足が同じタイミングで動いてしまいやすくなりますので、ぜひ少しタイミングをずらして泳げるようになるために積極的にドリル練習に取り組んでいただければと思います。いかがでしたでしょうか。今回のエピソードもし気に入っていただけましたら、いいねボタン、高評価ボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。